こちらにご安置されておる如来様でありますけれどもどんな如来様かって申せばこの私たちにまた出会っていける場所を用意してくださった如来様ですこの私が生まれるはるか前からこの私のことを思うてお浄土という世界を用意したんだって言うんですそうお聞かせに預かるばかりなんでありますけれども私いつも 思うんです。出会っていくということと別れていくということの数自体は同じなんだと思うんです。例えば入学式というものがあるんであれば卒業式というものがあるんだと思うんですよ。また入社式があれば退社式ってあると思うんです。出会う数と別れる数ってきっと 同じなんんだと思うんですでもこの「私」という存在はどうしてか「別れ」の方に重きを置いてしまうんだってそう思うんです。なんでこんなことを申し上げるかというと実はその姿を私母のから学んだんですよ。母の後ろ姿をね通してちょっと別れに重きを置いてしまうんだって思ったんです。 今から3年前の話なんですけれどもね、私実は実家が大阪の方になりまして、よく休みの日はお手伝いに帰るんです。で、その日もちょうど帰っておったんですけれどもね、通夜葬儀が終わって、じゃあ今から東京に戻ってこようかって思っておった時なんですよ。急にですよ。急に家のピンポンが鳴ったんです。で、夕方だったんですけれどもね、母と一緒に こんな時間に誰だろうかって言いながら玄関に行きますとね黒いワンボックスカーが一台止まっておったんですで後部座席からガラガラって一人の女性の方が降りてきたんですよで降りてきた瞬間に母がねあ〇〇さんって言うたんですその方は私もよく挨拶をしてたんです母がちっちゃい時からお世話になっていた方だったんです で、開口一番に、こう言わはったんですよ。上田さんって。私、今日、別れを告げに来ましたって、おっしゃったんです。ようよう話を聞いてみますと、大阪北部地震で家がやられてしまったって。それを直そうにも、その手立てがないんだって。それを機に、息子、娘が一緒に暮らさないかって言うてきたって。 自分でこの土地を守っていくつもりだったって。でも今回の地震でその心がぽっきり折れたんだって。だから今日娘息子がいるところに行こうって思うって。でも最後に誰かに挨拶をしたくて、先にも後にも思い浮かんだのが上田さんの顔やったのって。その思いをちょっと告げさせてもらいますって。それがこんな内容やったんです。 今までお世話になりました。私は40年と数年間、この土地で生きてまいりました。思い返せば、昨日のことのように思い出します。毎年、上田さんの家から、ネとウスを借りては、餅つき大会をしたことを思い出します。でももう20年以上、その付き合いもなくなってまいりました。私の体は、松葉ずえなくちゃ、歩けん体になってしまいました。 ずっとこの土地で生きていたかったっ。でも、そういうわけにはいかないから、私今日この土地を離れていきますって。お育ていただき、ありがとうございましたって。でもねって。でも、上田さん、これで終わりじゃないよって。私、次の場所でも頑張るから、どうか見といてねって。そんな内容やったんです。でも 急に言われたもんですからね、母その方の手を取ってね、そんなこと言わんといてよって、こんなに手ちっちゃくなってって、そのしわくちゃになった手をね、額に当ててはね、背中を丸める母の姿をね、私、後ろから見ることしかできなかったんでありますけれども、この話、ようよう聞かせてもらいますと、決して根性の別れの話じゃないんですよ。交通機関を使えば簡単にね、 つく場所にあるんですでもじゃあなぜこの日常生活の中でこの別れの方にね重きを置いてしまうかってそうですよやっぱりどっかで思うてしまうんです年齢を重ねれば重ねるほどに状況が悪化すればするほどにもう会えないんじゃないかってちょっと思ってしまうんですでもこの場所を離れていく方が旅立つ方が先立っていく方がこれで終わりじゃないよって 示してくださるんであればね、やっぱり残された側は嬉しいですよ。勇気づけられていきます。これで終わりじゃないって思ってゆけるんです。浄土真宗というこの生き方、また阿弥陀様の願いに生きていくっていうことはきっとこういうことだと思うんです。これで終わりじゃないんだっていう人生を共に歩んでいけるような気がいたします。 その最後をどんな命で終わっていこうとも決してさらばでは終わらせないってまたねってまた出会っていきましょうねって言うていけるのがこの浄土真宗の教えだって私は思うんです。昨今、会いたくても会えないまんまに命が終わってゆくようなそんな厳しい声の中で今私たち実際に生きておるんです。そんな中だからこそ この私たちがともにねまた出会っていける場所を仰ぐ人生ともに歩ませていただければなって思うことでございます。ちょうどお時間参りました。これにてご法話とさせていただきます。何万ダブ何万ダブ何万ダブ何万。